YouTube を見ながら、皆さんこんにちはみたいな。まあこれでも上がるのでもだいぶ先、まあ1週間か2週間先かもしれないですけども。はい、ということで我々の出会いからなんですか、これ話すのっていうのは。そうですね。一応今日は2022年の3月、はい、15日、あ、14日だ、14日、ホワイトデーでございます。はい、ついにブロゴスが、まあ、今月末で、まあまあ、事実上のクローズと、5月末まで公開してるのかな、で今月末で転載ストップということですね。で、まあ、我々の押しかけ企画で、はい、最後にブロゴスについて、ブログとブロゴス、はい、語らせていただきたいということで。そういう時間をいただいたという、はい、ところでございますけど、はい、さて。何から話しましょうか、ね、ブロゴスとの出会いというか、出会いというかですよね、うん、僕はね、その官僚、まだ当時官僚在職中で、あの経済産業省にいるときに、まあ、当時、まあ、メドってところに出向したんだけど、うん、メドで自分の給料を公開してブログを始めたときに、まあ、それが当時アメーバか、アメーバ、アメーバブログ、アメーバブログでぼちぼちバズって、それでメール来て転載していいですかっていうのが来て、いいですよって言ったのが、まあ、2012年の6、7月ぐらいだった気がするから、うん、はいはい、だから、まあ、給与公開きっかけっていう感じかな、はい、そうで、それに今編集の方に調べてみてもらったら、僕の初転載は2013年8月だったらしいんですが、それも給与公開だったということで、こんだけお金を暴露するのが好きな連中なんだっていう。そこにね、あざとく食いついていただいたということで。ただこのお金の記事ってずっと読まれるんですよね。検索流入とかがやっぱ常にあるので、多分ブロゴスさんとかでも多分、都議会議員給料とか官僚給料とかで、多分未だに定期的にアクセスは、あるんだと思いますよ、それは。でも俺も削除しちゃったから。はいはい。2012年の記事がね。ちょっとね、はい、後悔してるんだけど、ブログ変わった段階で多分なくなってるから。はいはいはい。まあね、それでもやっぱあの記事が一番初めだったから、うん、で、ブロゴス、あの、転載される前から知ってた。はいはい。まあ僕はでもね、まあ知ってましたね、ブロゴスの。で、宇佐美さんのアメブロも読んでたんですけども、なんか毎月給料、本当になんか1円単位でなんか確か書いてた記憶があって、宇佐美さんその時知らなかったんですけど、多分都議会になってからツイッターかなんかで DM が来てなんか、お茶でもしようよとか言われて。あ、そうそうそう。そうそうそう。それでなんかブログ読んだけどみたいな感じで、突如なんかそっから交流が始まった気がしますね。うん、だブロゴスきっかけで繋がった関係だよね。うん。で、あの辺で言うと、ほら、新田さんとか、あと、海老沢さんとかもあの辺で。あ、そう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 。これが結構ブログが転載されてる組たちがいて、なんかブログの文章だけでよくなんとなく知ってる人たちみたいな、いう、謎のコミュニティになってた記憶があるんですよ。そうだね、やっぱり、ブロゴスの政治界隈のコミュニティで、だと、まあ、音喜多先生と、俺と、新田さんと、海老沢さんと、あと誰かいたかな。なんか繋がったって意味だと、他に、まあ、田畑さんとかね、はいはい、編集長だったから、あと大谷さんか。ああ、大谷さんいましたね、大谷さん。大谷さん今、アベマでね。あ、そうか、アベマに行ったのか。そう。動画の方に行ってしまったんです。だから、ね、今なんか時代はやっぱり動画に行くんだな、やっぱそう考えるとみんな。でも、あの、大谷さんは、その、アベマの、その動画を記事化するっていうところで、はいはいはい、まあ企画もやってるけど、記事化するってところでやってるから、まあ多分その、なんだろうな、その、ノウハウ生きてるし、うん、結構その当初のゲスト、はいはい、アベトラ立ち上げの時の人選なんかでも結構関わってたみたいだから、うん、だからブロゴスが終わっても生き続けるものみたいなのは、うん、あるよね。テキスト界の重鎮として生き残っていただきたいですけどね。そうそう、やっぱ人間関係とノウハウみたいなところでね、生き残っていくことはあると思うんだけど、まあでも当初ブロゴス書き始めたわけじゃん、うん、どんなイメージだった？まあ、なんかあれやっぱランキングが面白いと、ヘッドラインをどう取るかっていうことと、ヘッドラインを取ればランキングに乗るみたいな。そうそうそう。いかにこの見出しに乗っけられるかみたいなことを狙いでタイトルをつけたりとか、旬な話題選んだりとかは結構意識してましたよね。だからやっぱ、俺も音喜多先生もさ、まあ、一応まあちゃんとしたの組織企業にいたけど、はい、辞めたとって本当、なんかどこの馬の骨かわからない存在だった時に、はいはい、やっぱそのブロゴスで、とりあえず1位取るかみたいな、はいはいはい、そういう結構モチベーションあったよね。やっぱなんか単純にあの今日一番人気あった記事とかになると、まあ嬉しいのもあるし、なんかこうユニークのブログの本体の方より、ブロゴスの方がバズった時はやっぱ一気に5万とか10万とか来るので、
だからそれはなんか美味しいというか魅力的ですよね。やっぱこのブロゴス転載してたくさんの人が読んでくれるっていうことについては。だからなんか俺の中のイメージはお笑いオンエアバトルみたいな毎週のランキングが公開されてるみたいな。そう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 、とりあえずここで頑張ってみりゃ何か起きるかもしれないみたいな、はいはいはい、だからブログ書いて当時ブロゴスのランキングで読まれ、ブロゴスで読まれて、うん、まあ、リニア来るか、うん、で、なんか、どっかでバズって、ハテブで、はいはい、ハテブのブックマークス、上がって、リニアが入ってくるかみたいな、はい、どっちかで、まあ、とりあえず、バズるかみたいな目標はあったよね。はいはい、確かに。で、あとなんか、このカテゴリーが分かれてて、こう、成人に対して僕ら成人村にいるわけじゃないですか。うん、で、成人村のランキング1位は取れるようになってくると、総合ランキングに行けた時がまた嬉しいみたいな、政治が1位になってもこっちは県外とかあるじゃないですか。うん、こう、両方で1位とか取ったりすると、なんかこう結構1週間気分がいいみたいな、そういう、そう、今週は制したみたいな、っていうことはありましたよね。当時やっぱ軸として、政治系とあとライフスタイル系があった。はいはい、ライフスタイルに転載されることもあった。そう、確かに。で、ライフスタイル系の強者が、なんか、今ちょっと、言いづらいって言っちゃあれだけど、まあ、池田隼人さんとか。ああ、はいはい。池田さんの当時ずっとランキング上の方にいた気がする。池田隼さんとか、はいはい、まあ、ハーチューとか。ハーチューさんとかね。まあ、その辺がいて、はいはい、で、まあちょっとなんか、そっち系が、まあ基本的にはメインだったのかな、やっぱどっちかって言ったら。確かに。あの世代の、確かにブロガー、そのなんでしょう、ほんと黎明期の山本一郎さんとかが、うん、まあまあもちろん今も書いてますけども、うん、アルファブロガーと言われた人たちが、なんかまだランキング上位にこう、常連として生き残ってた時代ですよね、そういうのは。だからやっぱ第一世代、はい、山本一郎、池田信夫。ええー。そうそう、池田信夫、うん。そういう世代がいて、ええー。まあ、池田さん当初、ブロゴスにも出してたけど、はいはい、途中からアゴだけになって、みたいな感じだったけど、まあ、そういう世代がいて、まあ、俺らは第2とか第3世代なのかな。まあ、それぐらいなんじゃないですかね。まあ、ハーチューたちがどこの世代に入るんだろうっていう感じはありますけども。あっちの方がやや早い気もしますけどね。まあ、そうだね。まあ、でもそんな差はないけど、まあまあ、それぐらいで。うん、で、まあ、まあでもやっぱり第2世代で、ある程度みんな書いてたけど、たぶん2000、まあ、10年代は書いてたけど、うん、今になってまだ書いてるのって元北先生ぐらいになったよね虫のようにまだ毎日書いてますけどね。池田隼人さんとかみんないなくなっちゃいましたからね、うん、っていう。まあ、だからここまで動画がそんなに素早く来るとは思ってなかったっていうのは僕はありますけどね、やっぱりね。まあ、動画の影響はあるよね、うん、やっぱもう明らかに YouTube にね、やっぱり食われてますからね、そこについてはっていう、うん、まあでもあと個人的には昔はその、まあ、それこそ書いて、はいはい、それなりにこう、まあ、バズったりフィードバックがあって、音北先生とつながったり、どっかメディアから声かかったり、うん、企業から声かかったりっていう、はい、まあ、正義 のループっていうのはブログにあったんだけど、うん、ありましたね。どっかの段階で、なんかこう、なんだか読んでる人たちが派閥化して、はいはい、そのちょっと気に食わない記事を見つけたら、うん、叩いてやろうみたいな、はいはい、そういうこう、うん、なんだろう、ギスギス感というか、ギスギス感が出始めて、ええ、なんかこう、逆にそのまあ自分の気に入った記事があったら持ち上げてやるみたいな、うん、そういうなんか色分けが激しくなってきて、いろんな意見あるから面白いっていうのから、あ、こういうテーマにはこういうトーンで書けば、うん、まあ、書いてほしいって人が待ってて、逆に書いてほしくないって人が待ってて、うん、まあ、持ち上げるか叩くか待ってみたいな感じになって、すごい書きづらくなったなっていう感じがあるんだよね。うん、でもなんかこう、これが一般の敬語なのかどうかわかんないですけども、なんかどんどん文章が多分なんか読まれなくなって、なんかツイッターにこう寄ってくというか、炎上しなくなるじゃないですか。で、ブロゴスさんとかも結構この、トップ記事になると、要約の140文字を要約して、記事のリンク貼ってくれるみたいなツイッターをツイートしてくれて、そこだけ読んだ人が、明らかに飛んできてなくて中身見てない人が、その見出しだけ読んでもう条件反射叩いて炎上するみたいな、いうことも結構この2010年代後半はから、なんか多くなりつつある感じがありますけどね、なんかね。やっぱり、その転換点みたいなところ、うん、どこかって考えると、はい、ブロゴス的にちょっと言うと怒られるかもしれないけど、うん、まあ、結構長谷川豊事件は大きかった気がする。ああ、ありましたね。あれはだから2019年とかじゃないですか。さ、僕の参議院選挙直前とかですか。どうだろうな。2016年。2016か。16の夏ぐらいです。あの叩かれ方はすごかったからね。はいはい、まあもちろんその叩かれるとか書いたんだけど、多分その長谷川さんからしてみると、ブログ書いて、うん、まあ、炎上して盛り上がるっていうことぐらいで終わると思ってたら。まあテレビ界から追放されるとは思ってなかったでしょうね、それは、うん、っていうので。だからやっぱなんか、ブログのノリみたいなのがだんだん許されなかった頃だよね、はい、多分その頃はね。
で、まあでも逆にそれが、なんか時系列的にはもっと前から行った方がいいかもしれないけど、逆にそれがこう、一時期盛り上がる要素になったというか、それぐらい実社会に影響を与えるみたいなところまでブログが行ったかみたいな時期はあったじゃん。だからブログを見た人がやっぱ取材に来るとかが起き始める循環は多分2010年代前半は結構あったと思います。そこら辺から始まったんでしょうね。で、なんか2000、イメージ的に2010年代後半ぐらいだと、結構、一番ブログ界隈が、あるし世の中に影響を与えた時期だ気がするんだよ。いやと2015年16年あたりとかは僕の何でしょう、あの普通のホームページの方があれ月間150万 PV とかあった時期あったんですよ。多分今もう10分の1ですよ。もう多分15万とかさ、多分30万いくとかもうめったないですけども、だいぶ10倍あったわけですよ。でブロゴスにさらに転載までされてるから、それでバズったの合わせると多分月々200万とか300万とかアクセス数はあった時期が多分2015年から2、3年ぐらいあって、そこがなんかブログ界の最盛期な感じが、まあ、僕の中ではありますけどね、やっぱり。ねえ、やっぱ、ちょっと、そのちょっと前だけど、まあ、都知事選か。はい。都知事選の、あの、家入さんの都知事選。はいはい、家入さんの2013年とかですか。そうそうそう。はい。とかの、14年か。都知事選で結構なんかブログ界隈の人とかも、うん、なんとなく、あの、家入陣にたくさん集まってて、はいはい、まあまあ、言うて10万票しか集まっ、10万票取ったら、まあ大したものだと思うけど、ぐらい多分、票は、につながって、で、まあ、なんかこう、なんだろうね、ネット上がりの政治みたいな運動っていうのがなんか盛り上がってきて、で次の都知事選が、都知事選ってやっぱ結構面白かったよね、うん、その舛添さんだよ、舛添さんがあって、舛添さんが言うと家入さんかな、舛添さん落とすときに、あのある種大ブレーキしたのが落としたんですよ。そうそう、あの時はブログの本当に PV がすごかったですよね。舛添って書けばもう10万人見に来るみたいなそういうバブル、舛添バブルみたいな時があってあの時はまだ YouTube なんてもうそんなにまだ政治チャンネルとかなかったし、そういう多分活字でみんなその情報を得てたわけですよね。で新聞とかよりも僕が都議会の中で書いた記事の方が生々しいし早いから、それをみんな見に来てて、それやっぱブロゴスとかで、やっぱきっと僕のオリジナルのホームページとかで供給されてたっていう。で、それを見たテレビが取材に来て、これと同じことをコメントくださいみたいな。ようで、舛添さんこうですみたいなことがテレビで流れてた。すごいいい性のフィードバックループ、ね。性のフィードバックループですよね、あの時はブログ。あの時はね。ブログが書くとして本当なんかこう、なんかこう回ってた。時はありましたね、それで結果それでまあ舛添さんをある種追い落としたって言えば追い落としたわけだからね、まあ、一つのきっかけになったというね、うん、やっぱりこうあれは活字がなんか動かした感じはありましたよね、やっぱり。で、あと、まあ、まあこれは必ずしもブロゴス中心じゃないけど、蓮舫さんの二重国籍の話で、はいはい、あの話の時も結構まあ、アゴラ発だけど、ブログきっかけで盛り上がっていった感じだったね。確かに。なんか、ブログ論壇の問題提起が、なんか地上波ニュースレベルまでなんか燃え広がっていくみたいな、そうそう、いうことは結構ありましたね、あの時期は。16から17、18ぐらいか、なのか。で、その頃って、まあ、なんだろうな。その頃ぐらいからツイッターも盛り上がってきて、はい、おとぎ先生ずっと書いてるわけじゃん。はい、ずっと書いてますね。その時になんか、どういう使い分けみたいなことを考え始めたの？でもまあ僕あんま変わって。一つくちゃったの。はい、どうぞ。あの当時、宇佐美さんがちょうど書いてた部分で、うん、あの最近、おときた旬について思うことっていうことを書いてた記事が。小池百合子の時のあたりですね。そうそう、2016とかじゃないですか。2017とか。まあ、大体ね、中身はもう分かる。あの、ちょっと遠い同級生であるみたいな。そう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 。そうね、こちらなんですけど、うん、まさに今言ったような、その、ブログで書いたことが世の中に影響を与えるっていうことを、琴木さんがやっている時期のことで。うん、宇佐美さん何て書いてたかっていうと、新田さんと、そうですね、先ほどもおっしゃったみたいに同級生くらいの関係性、はい、そこまで仲良くもない同級生くらいの関係性っていうふうに書かれていて、ただあの危なっかしくて見ていて怖いっていうことを書いて、はい、であとまあ、ま、その舛添一での感じだったりとかで、ブレイクしたって状態ではあるけれども、ただあの正義の味方をすることが世間から求められてしまっていて、はた目で見ていてこの先政治家とやっていけるかなと不安になるっていうことを書いて、いやーすごいよね。この
じゃあ燃やして燃やしてその後に何を作るんだろうということを彼について考えているということを宇佐美さんは当時思われていて、その増田さんが作ったりとか都議会にはみたいのを追求されていて、それをブログに書かれている時に宇佐美さんが感じたというのはこういうことっていう覚えてるんですか。当時覚えてるね。だからこういうこと書、まあ、家の範囲だとこう書くんだけど、だから別にそのなんかこう仕事にさ、そのお塚先生以外 その政治家と関わるから、うん、はい、お塚先生との距離感が近いと思われて当時まずいって状況があったからだから、まあそういうなんか予防線としても書いてるっていうところがあって、まあ、本気で書いてるところもあるし、うん、半分半分で、うん、だんだんこのぐらいからそういう事情が出てきたわけだけど、自由に書けなくなってくるみたいな、しがらみが出てきた。そうそうそう、だから結構だからブレイクしたからさ、こっちとしてはこっちとしてもヒヤヒヤしたっけ、うん、そう近いと思われたらまずいぞっていう。でも結局そのブログっていうのは何でしょうね、結構その焼き肌農業みたいな使い方する人やっぱ多くて、それこそなんか過激なことを書いてブワッてこう注目を集めて、まあ、情報自体にやっぱり価値があった時期、まあ今ももちろんあると思いますけども、まあ、それをこう暴露したりとか、こうでこうでって かっこいいこと言ってバサッて切って、まあ、それを切った後何が残んのって言われても、いやまず切ることから問題提起から始まるんだみたいな、まあ、費用につけて回るみたいな、まあ、ことが一定やっぱりこう話題になる時期があったことは確かだと思うんですよね。ただまあそれ、まあ別に僕の芸風はそんな変わってないと思うんですけども、まあその、なんかそれだけではなんだよね、あんまりこう、通用しなくは当然なっていうのが来ると思うんですけどね、その何年もずっとやってればやるほど。いやでもだいぶ上手くなったよね、小田先生。なんかちょっとその、批判するだけじゃなくて、まあ、まあ、あの、批判した上に、まあそう批判するのを我々は考えていかなきゃいけないっていう、なんかこう、維新としての立場も出てきて、まあ、ちょっとなんかその、批判するだけじゃないですよっていう、なんか行動も止まってるから、まあなんか批判の口も、ちょっと昔ほど、まあそうですね。雑っていかないよね。その、いやまあ、苦しさを、見合わせてるよね。まあやっぱ昔の見ると若かった感じはありますよね。っていう、バッサバッサ切ってって、こう、なんでしょう。やっぱ、いろんなその周りごと切ってるので、多分その中で自分の味方もいたはずなのにそこごと切ってるっていうことは、過去やっぱ2010年代のブログにはすごくトゲトゲしいところがありましたよね。いや、なんかだんだんそのなんかこう、ブログ、まあ、当時がすごい全盛期だったと思うんだけど、うん、で多分なんか、自分の知ってる限り、ブログ関係のその、あのメディアも一番多分収益が一番多い時期だったと思うんだけど、はいはい、当時が、その後に、なんかやっぱこう、まあ、ヤフーニュースとか、はい、あの、スマニューとか、その、ある種天才メディア、からブログ天才メディアを弾こうみたいな、うん、そういう動きが始まったんだよね、はいはいはい、だからコピー記事はダメだみたいなアルゴリズムの導入みたいなありましたね、あの時期。変な感じだよね、彼ら天才メディアなのに天才メディアの天才しないってい う, いうそういう時期が来て、そうなってきて、まあちょっと苦しそうになったな、運営してる人は苦しそうになったなっていう印象があったかな、うん。確かに当時こう、転載されるメリットみたいな、マーゴラさんとかもそうでしたけど、ヤフートピに乗るとか、スマニューで配信されますよ、みたいなことが結構一つのステータスとしてあって、まあ、地方議員とかなんか、もうヤフートピ乗りました、みたいな、すごいね、みたいな。まあ、僕は結構もうその時すごい乗ってたら麻痺してたんですけども、結構乗ってるだけで盛り上がってる、なんか、すごいすごいみたいな感じなので、なんかそこ自体に価値があった時代っていうのは、すごいあったんじゃないですか、やっぱり。ねえ、うん、その時期、なんかそこはなくなって、だからやっぱりちょっとそっから、なんかこう、まあ、俺から見るとだけど、ちょっと PV 直で掴みに行かなくなったから、うん、記事が若干、記事っていうか方針が若干過激化したかなと見えたんだよね、うん。各ブログメディアにすごく色がつき始めたっていう、はいはいはい、右左みたいな。確かにね。それで、まあ、それで、まあ、書きづらくなっていったんだよな。その頃ぐらいに、まあ、いろいろいざこざまってブログを書けなくなったんだよね。それで断筆してたし、断筆宣言してた。か断筆せざるを得なくなったというか、そうなんかこう、なんか、しがらみ、これもまたしがらみで、ちょっといろんな人に睨まれてるから書けないみたいな、はい、そういう時期が来て、だからまあ、それで自然とブログから遠のいていったんだけど、まあでもなんかいい炎上悪い炎上みたいなのあったよ、ね。はいはい。そうです。だからなんか議論を呼ぶ炎上みたいなものは別にいい炎上だと思うんですよね。まあだから長谷川豊さんみたいなやっちまった感じの、なんかもう差別発言とかもあれはもう悪い炎上なんですけども、まあでも賛否両論が巻き起こるような問題提起みたいなのはいい炎上だと僕は思ってるんですけども、なんか最近こう炎上の仕方もさらに難しくなってきて、なんかそのいい炎上でとどまらなくなってきてしまったりとか、
なんか、いい炎上してたのに、途中からこう、なんか、切り取りが始まって悪い炎上に転化してしまったりとか、なんかそういう、さらになんか、物事が複雑化してる感じはありますけどね。なんかやっぱ炎上で盛り上がってみんな楽しむみたいな、最終的になんか新しい結論を得ようとかいうか、いわゆるアウフヘーベンですか、的なもの文化がなくなったよね。そうだからなんかハテブとかでこういっぱいコメントついて、また別のハテブ民がそれに対してアンサー記事を書くみたいな、なんかそういう往復書簡みたいなことあったじゃないですか、ブログ界にも。はい、そういうことがなんかどんどんなくなってって、炎上するともうツイッターからブワーッとこう消して、もう焼け野原にしてそれで周知効果バババって打ったら、もう次の話題に行ってしまうみたいな。消化が早いから、次の記事を打ち返すときにはもう話題が次の話題になっちゃってて、っていうなんかこのスピード感がさらに速くなってるから、なんかその長文を読むっていうことからなんかますますみんな離れていったのかなっていう感じはありましたけどね。よくやってるよね。こう今そのなんかオピニオン的なブログを書くってもうリスクが高すぎて書けないんだよ。書けない。なんか奥さん先生よく書いてるよね。まあそれしかやることですからねとかって言ってるのはおかしいですけども。いやでも結局書くことでポジション、それは与党の政治家とかね、お偉い方だったらそれでいいですけども、逆にそれをやらない若手の政治家とかってもう何のリスクも取ってなかったら、どこにポジションを取るんだって感じはありますけどね。それもさ、その散々この数年、まあ10年近いけど、はい、と思うけど、でもリスクコントロール学んだからできることよね。ああ、だから今の時代に多分10年前のがそのリスクコントロールはやや簡単で、今のこのツイッターとか見てると、これからなんか新人当選しましたみたいな人が、じゃあ毎日ブログ書いて毎日ツイッターやろうみたいな、で炎上をそんなにせずに乗り切ってポジション取りに行くっていうのは、多分10年前より格段に難しいでしょうね、そう考えると。そこはだから、まあある種ノウハウだから教育できる立場になったよね。まあだからね、でもその後にブログ界がなんかどんどん縮小していってみたいな話はあるんですけども、だからある意味なんか かつてはブロゴスとかに掲載されてることで一定の質が担保されてて、その村の中ではある意味なんかセーフティーゾーンみたいなのがあったわけじゃないですか。でも今もうそれがどこに飛んでいくかわかんなくて、その天才記事がもう外で炎上して、もういろんなうぞうむぞうに攻撃にさらされてしまうみたいな。でそれ別にじゃあ反撃してくれる味方もいるわけでもなくみたいな。なんか全てが自己責任みたいな。結構そういうサバイバルゾーンになってるような感じはあるかもしれないですね。あ、もういまあ、ブログをもうすぐ終わるから、まあ、逆にブログそろそろ始めてみようかなと思ってるんだけど。なんでその、たぶん、また瞬間に、一周返しのようにやるんですか、これを。いや、だから、まあ、だから、ある種、天才メディアがあるって前提で、書くことが怖かったの。確かに、どこに行くか分からない。数年。だから、それがもう、なくなった前提で、書くと、まあ、書くっていうか、まあ、ブログ書くとしてどう使うかなと思うと、やっぱなんかこう、私的なことを書く、方法に行っちゃうよね。それでもやっぱり、なんか、まあ、なんか自分のこの子供とかが、まあ、10年後ぐらいに、あ、こういうこと考えてたんだこの人は、この父親はとか、あと俺も自身がそうこういうこと考えてなっていうことを確認するみたいな、そういう使い方になっちゃうよね。日記ですね、本当に。だからまあ広がらないことがありがたいみたいな感じになってるね、今は。でも、でも書くとしたらね、はいはい、まあ、また書くか分かんないけど、多分書くと思うんだけど。なんかだいぶブログ自体が変わってきて、でも変わりどうだったかっていうと、まあ、YouTube じゃん。YouTube ですね、完全に。YouTube から、YouTube 界隈からぐって上がってき、新しいこう、論者が上がってきてるっていう印象はそんなないんだけど。ああ、どうでしょうね。だから YouTube、まあそれこそ N 国の人とかそういうのはいるんでしょうけども、なんかその論客とか、今なんかある程度お客さん持ってる人が YouTube で稼いでるパターンはあるじゃないですか。青山茂春さんとか、もう元々報道陣で、ちょっと右系のネタいっぱい持ってて、パーンってやったらもうすごい盛り上がるみたいな、いう人は結構正解にはいますけども、なんでしょう、まあ、僕がブログでやったような、例えば無名の人がとにかく毎日 YouTube やって、正解で一定の名を馳せていったみたいなことは、まあ結構なかなかないんじゃないですかね、そういうのはね。ねえ。今のところは。やっぱその、爆笑本屋バトルから上がってるみたいな、はい、そういうルートが上がってる感じがあるよね、あるんだと思うんですけどね、これからあるのかもしれない。なんか、でもこう、ブログとかって、なんかまだ僕らが多分ブログに思い出がありすぎるからなと思うんですけども、結構中二病メディアっていうか、なんか文章書いて、なんかストーリーがあって、なんか、こいつとこいつは仲がいいじゃないですけども、池早とハーチューがこうでみたいな、そういう政治のオタクのこう、新田さんがいて僕らがいてみたいな、人間関係相関図みたいな、なんか、そんなのがあって、みたいな。で、この文章がこう、なんかハーチューが炎上したら助けに行ったりとかなんだとか、話題が盛り上がってみたいな、いうのがあって、なんかみんなでこう成長していくみたいなのがあるんです。と思うんですけども、まあ、YouTube はコラボとかなんかありますけども、なんでしょうね、そういう物語性みたいなものがなんか伝わりづらいというか、
まあ文章じゃないから残りづらいっていうのもあるんでしょうけども、うん、なんかそういうので人がこう育っていく感じってのはないかもしれないですけどね。なんか、うん、まとめ系っていうかね、はいはい、なんかそのこの会話の人はこういうこと思ってるんでしょっていうことを言ったら、みんなそうだそうだって言うみたいな、そういう感じでなんか新しい切り口で何かを提案するみたいなことは難しく見えるよね、うん、なんかこれは文章の特性なのか映像と文章の違いなのか今の住人たちの質の違いなのかよくわからないですけどね。筆一本でのし上がるみたいなのが結構きつくなってる感じがあるよね。まあ文章、やっぱライターには厳しい時代が来るんでしょうね、これからはやっぱり。で、動画で喋れる人は少なくとも今はやっぱお金が稼ぎやすいっていうことですよね。そうね。だって YouTube 見てでもその流れてくるニュースをわかりやすくこう自分の言葉で喋るみたいなチャンネルってすごくバズる。まあそれは一番はオリラジの中田さんなわけですけども、うん、まああそこまで行かなくてもやっぱりちょっとしたこの今のロシアとウクライナの状況解説みたいな、でニュースに何も新しいこと言ってなくて、ただニュースの記事をうまく要約して面白おかしく喋ってるだけで10万再生、20万再生とかいうチャンネルは結構いっぱいあるわけですよねっていう。まあやっぱりこう、生活の中でさ、その見てる人の、はい、この人のチャンネルを1日1回見れば情報を得るみたいな、そういう感じ、なんか要約能力みたいなのがすごい求められてる感じじゃん。はいはいはい、ああ、そうですね。だそこになんかハマんないんだよね、俺はなんか。そうですね。でもなんかそれはあるかもしれないです。なんか文章が多分あるじゃないですか。で、僕らブログ書くときに、ただそれを転載しただけとかまとめとかも別にコンテンツになんないじゃないですか。うん、だから自分のなんかエッジが効いてあるとか視点が必要で、だからこのブログ書くって結構めんどくさいし、しがらみがあるとポジション取れないから書けなくなってくるんですけども、うん、YouTube って今元が文章のものをネタにして喋るというここで一工夫あるから、自分のポジションとか入れなくても成立するんですよ、コンテンツ でそれ安易なもうコンテンツが再量産されてって、でも別にこの人は実際何考えてるのかよくわからないみたいな人ってのがいっぱい出てきちゃうんじゃないですか。そういう意味では今音人先生がやってることも、はい、その音人先生の ブログがあって、それをネタ元に、YouTube で喋ってるって感じじゃん。まあ僕はそうですね、基本的にはね。そこは相関関係があるので。まあ、ネタ元が自分だから、まあいいわけだけど、他の YouTuber がやってることは、まあ、そこがないわけだよね。そう。もちろんそうじゃない人もいますけどね、知識がすごい専門されてもいます。普通はこうニュースとか流れてきたものを、こう取りまとめて、こんな状況です、みたいな。優勝っていうのは別にそこに何か思想とか、彼のオリジナリティがあるわけじゃないっていうことなんでしょうね。そういうこう、まあ、両方できる人は数少ないから、その喋る能力っていうか、ある人とオピニオン両方かけるみたいな人が少ないから、両方できて初めて上がってくるっていう感じだからね、厳しくなってるのかもしれない、ね。そう。だから何でもかんでもできなきゃいけないことが増えて、政治の世界もそうなんですけど、ネット選挙解禁されたのが2013年で、じゃあこれでなんかこう握手をして回ったりとか、駅に立ったりはやんなくていいんだっていうと、そんなことなくて、それもやんなきゃいけない上で、ネットもやんなきゃいけない上になったっていうことで、ただ領域がどんどん増えて大変になってるだけなんですよね。結局この YouTube が来た時に、まあなんかブログも書けた方がいいし、YouTube もできなきゃいけないしっていうので、なんか今度は多分 TikTok もやらなきゃいけない、インスタもできた方がいいよねみたいな、どんどんやんなきゃいけないことが増えて求められる水準が上がってきてるっていうのが、なんか年々このネット界で起きてることなんじゃないですか、やっぱ。あ、そう見たらなんか俺ら、まあ、幸せだったラッキーではあったのかもしれない、ね。まだ牧歌的な時代に最終的に滑り込んだんじゃないですか。筆一本でそれこそ、別に写真とか挟み込まなくたって文章を読んでくれる人がたくさんいたわけですからっていう。そうだよな、やっぱ文章書いてるだけでしょって今なっちゃうもんね。そう、だから、それプラス何ができるのみたいな世界観に今なってるのかもしれないですよねっていう。まあ、そういう意味じゃ、ブロゴスに拾ってもらって、まあ、ブロゴスに引っかかって、なんとかのし上がって、ええ、まあ、お互いなんとか、まあ、まあ、なんか、食い口を、ポジションを。ポジションを取って、はい、まあ、まあ、そういう人何人かいると思うんだけど、ええ、まあ、それで、まあ、まあ、ブロゴスに感謝しつつも、ええ、ブロゴスが終わるっていうのは、まあ、自然だなとはやっぱ思うよね。まあなかなかこの時代の流れから言うとビジネスとしてはなかなか成立しづらくなってんだろうなというのは、まあ、はためでね、人気1位になってもやっぱり昔は1位になったら5万とか10万とかだったのがね、1万とかでもう1位になっちゃったりとかいうのを見てても客観的にも厳しいだろうなとは思いますけどね。だやっぱりその昔はね、書くだけでなんとかなったのはもう書いて、はい、動画作って編集してまでやんないと、まあ満足していただけないというか、まあ、物足りないか、まあ、そもそもまた文章を読む人自体が減っていって、もうみんな動画で横着しちゃってるかという、それは寂しいな。寂しいのと、やっぱ僕らはまあもうテキスト系の住人なんで、
映像見るのって明らかに時間かかるじゃないですか、うん、30分のやつを2倍速で見ても15分取られて、うん、でもこれ文字起こししてくれたら多分5分で読めるわけですよね、うん、それでやっぱりこのニュースサイトとかこのテキストサイトがやっぱあるってことはものすごく便利なことで、うん、それが淘汰されてってなんか最近こう論争とかしててもこれ見てくださいとか YouTube のニュースが送られてくると激怒するじゃないですか、ふざけんなよ、こんな読んでからコメント見てからコメントできねえよみたいな、うん、昔はこのブログの記事が送られてくるとさバーって読んで、うん、読みましたとかってコピペして貼り付けてここでも間違ってると思いますができたのが、友情さん見た挙句に文字起こしの自分聞いたことこれこんなこう言ってましたけどここは違うと思いますよとか、どんだけコストをかけないと相手にコメント返せねえんだみたいな話になってくるので、それはすごくなんか嫌な、僕的には嫌な時代ですよね。それは対価ですよ、これは。やっぱこう、うん、よなんか情報の受けても、はい、そのなんか参加する感じがなかったかもね、うん、そのまま受けて、それ信じちゃうみたいな、はいはいはい、そういう感じになってるのかもしれないね。なんか結構、やりとりが雑になってくると思うんですよね。だからじゃあ仮に YouTube 見てアンサー動画を撮るとして、相手の方が正確に覚えてないじゃないですか。うん、なんかこんなのこと言ってたけどこうですよね、みたいな時に、結構不正確な多分表現のやりとりとかになるし、文章だと、まあ怒ることは怒りますけども、でもコピペしてあれば別にそこにはそこがないわけなんで、だからあんまりそのすれ違いって起きないじゃないですか。か動画対動画ってやりとりってなんかすごくそういうすれ違いも生まれやすいし、大味ななんかコミュニケーションになってるんじゃないかなっていう気はしますけどね。そういう意味では、それこそ豊洲の移転問題の時、はい、結構それなりにブログって頑張った気がして。ああ、確かにね。あの検証ブログとかいっぱいバズりましたからね。あれってさ、やっぱさ、結構みんな聖地上げ直したじゃん。はいはい。だからあの藤原さんとかが出てきて、すごい、まあ間違ってなかったのかもう判別つかないけど、すごい詳しくこう書いてきて、うん、だからこれは間違ってるみたいなとか、やってましたからね、なんかですけどね。だからそういうさ、その、精緻な論争みたいなのができなくなってきてる感じはあるよね。ありますね。その元の文章がないと、多分その動画に起こせないから、うん。で、なんかそこが、で、そこがないと、単にニュースとかの切り張りになってきて、議論が深まらないっていうことになるんでしょう。ワイドショー的なことしか言えなくなるという。そうだね。だからもう結構、まあでもそう、でもじゃあ今回じゃあそのウクライナとかの問題で、はい、そう、議論が薄いかっていうと、そうでもない気がするから、逆に、まあまあ、あれか、その、まあ、本当の専門家みたいなのが、まあ、表に出てきやすくなったのかもしれない。まあそうですね、なんか、もうなんかでも、ツイッターとかも結構特定のね、本当信頼できるってもう何か分かってきてて、うん、それ以上文章が読まれてるのと、あと英語の結構記事がよく流れてきてるイメージがありますけど、うん、まあ、本当もちろん海外のことだから、当たり前なんですけども。だから、冷静にやってみてみると、はい、そういう本物の、その、専門家が、ぐっとこう伸びてきやすくなって、必要な時に。俺らみたいな、はい、ちょっとなんだろうな、中途半端な人たちが、はい、やっぱ、こう上がってきづらくなってって感じなのか。いや、そうかもしれないですよね。だからその、一攫千金みたいなやりづらく、やっぱりやりづらくなってるのかもしれないですよ、それは。結構俺らって時代の谷間なんで鬼子なのかもしれないな。そう、そこで最後滑り込みでなんか、なんとなくポジション取れたけど、今だったらもっとなんかに本当に一個引いてくないと、見向きもされないか、もしくはそのまとめ YouTuber みたいになって、ただ単にこううまくおしゃべりができる人になるしかなかったのかもしれないですよね、それは。ああ、だって、俺さ、官僚やめて、なんかブログとか、はい、情報発信してさ、そんな別に俺にすごい得意性あるわけじゃないから、誰かすぐ出てくると思ったんだよ、はいはいはい、その皇族というかさ、なんだかんだ言って出てきてないから、そうですよね。まあ、あえて言えばこう山口真由さんだけど、あの人はやっぱなんかこうさ、東大史的だからさ、ちょっとなんかさ、そんなさらけ出した給料とか別に話しよう、そんなする感じでもないですからね。偶然合わせんじゃないからさ、はい、からやっぱりなんか、それで一瞬のチャンスに生まれてきた人たちなんだね、俺と。そうなんですよ。僕の編成とか。だって僕だって別に都議会議員になって、でも都議会っていうことがみんな知らなかったわけじゃないですか。都議会で仲やってるのが誰も知らなくて、新聞見たって都議会のことなんか大して取り上げられないし、都政新報とかマニアックな新聞読んでる人にしか知らない世界で入っていって、ブログで給料がどうだとか、今日こんなことやって自民党がありえないみたいなことが毎日ブログ書いてると、まあそこそこそこに注目が集まって、でも都議会のネタで Google でやると僕の記事しか出てこないみたいな、そういうネット界のその海の中で一つ、一角を支配してたわけですよね。そういうニッチの取り方ができたわけですよ、おそらくっていう。なんかまあなんか話してて冷静になってくるけど、はい、まあ、そういうか、まあ、日の当たらなかったニッチの世界をこうブログってメディアを通じて、まあ、光が多少当たって、そこでポジションを確立してなんとか生き抜いた人たちが、まあ、俺とか徳さんとか何人かいるっていう、それでまあ、おおむねネタを使い果たしたっていうことになるかもしれない。ネタを使い果たして、この後どこに行くんですか、我々は。いや、もう我々はなんか、とりあえず、なんとかこう根っこは作ったけど、なんとかあの、その日の当たらない世界に、で、そのブロガーが生まれて、はい、その人たちが注目されて、そっち側のこう、ブロゴスとしてのネタというか、はいはい、もう大体全部もう、
もう全部掘ったよねみたいな。まあ掘ったからこそまあ時代が転換したというかね、次のステージに行ってしまったので、うん、まあだから役割を終えてみんな卒業、まあ強制卒業になるわけですけども、という展開になるんでしょうねっていう。ただね、これもこういうニッチを掘り下げてなんかやっていくっていうことが起きなくなるのかっていうと、そういうわけでもなさそうだから、今度はどういう媒体で何が起きていくのかっていうのは、また次の10年のテーマなんじゃないですか。そう、だからね、ツイッター、テキストって言ったらツイッターしかもないから、ね。そう、でもなんか YouTube がその代わりになると、にわかになるとは思えないんですよね。だからこのブログ文化が衰退していくというのは結構なんか痛手な気もしますけどね、という。そうだね、もうツイッター入れは間違いないよね。うん。まあ、だからまあ、ツイッターと YouTube の組み合わせなのかもしれないけど、まあ、ツイッターもな、ツイッターだけで上がってくるって感じもないから、ね、ないっすよね。ツイッターだけでもうなんかすごいバズってなんかできる人ってそんないないんじゃないですか。そのなんか面白いこと滑れて20万フォロワーみたいな、うん、どうなんだろう。ツイッターも大体もう構図が固まってきたからね。そうですね。まあね、フォロワー今のロシアの専門家とかで一気に10万とか20万に増えたりとかしますけども、大体数万人ぐらいフォロワーいる人がいて、でその人たちをフォローしててたまに何人か出てきて新しい人出てくるみたいな感じで、まあ、新人の席が だいぶ狭くなってきて感はあるからね。だらやっぱどっかでもう一回な、そのいやなんか M1 じゃないけどさ、はい、そのあのお笑いオンエアバトルみたいなのがあって、漫才で上がってみたいに違って、なくなって、でこれ漫才で誰も上がれないぞみたいな感じで、馬みたいなのができたわけじゃない。松本人志がこうまた作ってみたいな、うん、それあると思ってて、まあ、今ブログの多分第一期は終わったわけ、残念ながら終わったんですけども、多分これね、数年間は残念ながら踏み落ちたりが続いて、うん、いやこれ良くないよねみたいな話になって、うん、もう一回このその YouTube にこう場が移って、いやもう効率も悪いし議論も深まらないし、なんか変な口が上手い人ばっかりが出てきて、何なんだこれみたいな時に、もう一回ブログみたいなことを再評価される時代っていうのが2020年代後半ぐらいにまた出てきたりはするんじゃないですかね。そんな気がするよね。まあ願望かもしれないですけど、なんかやっぱこう新人の発掘がすごい大変なってるから、その時をね、やっぱ期待したいよね。やっぱテキスト上がりとしては。テキスト上がり、まあだからね、メールマガジンとかだって一時期はね、すごい流行ったわけですけども、うん、まあすっかり最近は下火になってしまったわけですが、でもやっぱテキストがあった時って、やっぱあれは情報としてはすごく楽ですよね。すぐ転送もできるしっていう、うん、こんなの来たよみたいな話で。やっぱりまあ YouTube はそれに向かないし、オンラインサロンもやっぱ一時期爆発的に流行りましたけども、なんかそれでこう情報を配信していくっていうのって、広がりはないですよね。ファンビジネスの領域を出てこないっていうところがあって、やっぱりテキストの方が深まるし、なんか縦にも横にも広がっていく感じはあるんですけどね。うん、いや、なんかあれだな、だいぶ冷静に見えるなってきたんですけど、まああれか、あとそろそろこう、この先に向けて、なんかこの先に向けて先というかな、総括なのかな。そうですね。でも音羽先生にとってブロゴスは何だったのかって聞いたところ、いやブロゴスはなんかもうでも政治キャリアの全てにずっといましたからね、基本的にね。当選直後からずっと転載されて、なんかあって当たり前だったものがふってなくなるっていうのはかなり寂しいことだと思いますけどね、やっぱり。俺にとっては本当人生のね、人生を変えたメディアだからね、うん、まずやっぱ給与公開して返済されてバズって、で辞めた後にインタビューしてもらって、まあ、それも結構バズって、うん、でまあ、それでなんかこういろんな人に知ってもらって、でちょっとなんか対談企画が始めてもらって、はい、そこで杉村太蔵さんに会って、はいはいはい、俺の人生の中ですごく大事な出会いだったんだけど、いろいろ迷ってる時に、つべこお前そのもう官僚見たんだから、つべこ言う前に目の前で仕事取れみたいなことを、かつ言われて、そうだと思って、人生の中で一番こう、一番か二番ぐらいにこう、なんかこう、なんかなんだろうな、こう、影響を受けたんだけど、はいはい、まあ、それで、まあ、必死こいてやってるうちに、まあ、なんかこいつ頑張ってみたいな感じで、まあ、くじ読んでくれた人から声かかって、まあ、仕事もらうようになって、で、まあ、そういう、それで、そういううちに回ったのは、音羽先生とか新田さんとか石田さんとか、まあ、そういう、 こう人間関係もできてコミュニティもできて、いや本当何にもないさ、ネットの一人のさ、こうやっぱこの官僚って何にもない一人の状態からさ、はい、基礎をなんとか作このブロゴス通じて作り上げてさ、うん、まあ、そういう時代があって、で、まあ、あとはなんかちょこちょこ炎上したりして、いやなんか
炎上もいい炎上悪い炎上あるじゃん、調子乗ったなっていう炎上、はいはいはい、だから自分にとっていい炎上、自分にとって悪い炎上で、まあ、調子に乗ると炎上してちょっとへこまされるから、まあ、そのたびに一回初心戻ろうみたいな感じで、なんかこう1回目の都知事選とか、玉上さんとかの陣営入った頃、調子乗ったから。そうです、玉上陣営、懐かしいな。そういう時に、まあ、もう一回初心戻ろうみたいな感じで、初心戻って、まあ、仕事やったりして、まあ、仕事がうまくいき始めると調子乗ってきて、ちょっと電気のことについて、ちょっと調子乗ってつぶやいた、はい、なんか、つぶやいた記事書いたら、うん、この記事間違っているような感じで炎上して、はいはいはい、あ、反省しようみたいな感じで、電気の資格と、うん、勉強、1年間勉強して取ったりとか、うん、まあ、すごくなんか、ブログとで人生、なんか官僚ポスト官僚のこの8年9年ぐらいは中心にできたから作ってたから、まあ本当寂しいっちゃ寂しいんだけど、まあ、それが終わるっていうことだからね、まあ、この次どうしていくかっていうことになるわけだけど、ね、でもやっぱこのブロゴスって僕なんかタイトルがすごい好きだったんですけど、ブロゴスフィアっていうやっぱこのブログの世界観があって、うん、そこになんか僕らは一匹狼的なブログだったわけじゃないですか、基本的になんか。マジで一匹だった、そう、一匹でこうやってって、この一匹で生きていくぞと思ってたところに、こういう世界があるよっていうのが、だから全部有機的にこう初めて繋がり始めたっていうか、そこになんか一つのなんか論壇みたいなものが、うん、もう一冊の雑誌みたいな感じで、正論みたいなとか、うん、世界とか、なんか岩波とか、なんかそういう多分世界の一つだったわけですよね。うん、だからそこでこう、なんかあった世界観とか出会ったことっていうのはなんかちゃんとこう世界観があったわけです、ブロゴスフィアっていうのが、うん、それはすごくなんか良かったし感謝もしてるし、うん、なんかその次があったから次につながっていったんだろうなっていう、ブロゴスが一番ね、その懐が広かった、そう、あと完成度がやっぱ高かったと思います、そのまあアゴラとかいろんなサイトありましたけども、でもやっぱこうちゃんとこうあれだけカテゴリーがこう政治とかライフスタイルとかあって、ランキングがこう相互に作用しててみたいないうね、なんか筆者の顔が見やすいというか、なんかというのはなんかすごくブロゴスの良いところだったと思いますよね。同じ記事を載っけてても、やっぱ色付きのアグラとかハフプとか色付けてるじゃないですか。そう言ったらこう右とか左とか、ブロゴスが一番ねこう全体をなんかこう包括してたよね。そうですね。なんかもう同じようななんか問題で書いてても全然意見が違う人が2つ載ってて、弁護士の人がなんか左派的なこと書いてれば右派的なことも書いてあってみたいな、それは両方ランキング載ってるとか、そういうのが結構あったのがやっぱ健全。というか、だからその結構編集の努力感じるよね、今振り返るとね、まあ、そういうふうに見せて、そういうふうにいろんな人の意見読んでもらうように工夫してたんだろうなって気がするな、うん、そうですね、最後の最後まで右とか左とかっていうレッテルはつかなかったんじゃないですか、ブロゴスに関して言えば、うん、まあ、アゴラとかどっちかというと右だとか、まあ、なんか左だしっていうので、うん、僕が転載されてたメディアとやっぱりそういう色分けの中ではブロゴスが一番真ん中にありましたけどね、うん、いやだからそれはなんかそういうでもまあ論壇みたいなだんだん閉じたことは間違いないから、だからなんかあれですね、こう連載してた雑誌が休刊になった人の気持ちってこんな感じなんでしょうね、なんか身長45が休刊になりますみたいな感じマジかみたいな、なんか一つの時代が終わったみたいな、そういう感じなのかもしれないですよ、あとなんかまあなんだろうな、なんとなくさ、俺らだけで話しててあれなんだけど、なんかこうブロゴス側の人の意見もちょっと聞きたいんですけど、どうですかね、こう、まあ、意見の部分は例えばそれぞれが自分が先ほど、まあ、ご意見で言いましたけど、これすごい自分の中で出来が良かったというか、これいい炎上じゃないですけど、これ会心の出来で載せてもらったとか、これはいい出来だったんだっていう、なんか覚えてらっしゃるエントリーってありますか。勝ったかな。なんかいや、何本ぐらい転載されたんだろう。1000本超えてるのかな。1000本超えてるな多分。やっぱねアンチグローバルマッチョ宣言っていうのがね。なんかありましたね。気合入れて書いて死ぬほど読まれたから。うん、なんかいやなんか自分の人生的にそのどういうふうに生きていこうみたいな軸を悩んでる時に、いやもうなんかもう俺はなんかつべこべ言わず目の前の杉村太蔵イズムですよ、つべこべ言わず目の前の人のニーズに応えてその誠実にやっていくんだみたいな、そういうことを思ってる時期に、なんか、まあ、当時なんか一時期そういう時期があったと思うんだけど、なんかこう世界に羽ばたきグローバル人材みたいな、そういうことをばっかり言ってる人とか増えたから、そういうやつにふざけんなっていうことを言いたくて言ったら、まあ、結構
バズったから、あ、みんなそう思ってたんだみたいなことで、結構それですごくいろんな人から声かかったんで、その後も。それはすごく印象残ってるなっていうことありますよね。まあ、あとは結構いろいろあるんですけど、他にもなんか、まあ、あの生活系 の, あのことをすごく書いてる時期があって、ライフサイそうライフサイクル系、カレー屋の親父の話みたいなことをああなんかありましたね、書いたんですよ。いやこれはでもすごく僕の中の人生で、僕の人生に影響を与えたんですけど、その、まあ、激戦区のカレーの激戦区があって、その激戦区になんか一つなんかなんでこの店ここにあるのっていう、そういう店があって、そこにずっと行ってたんですけど、で、そこの親父にどうしても話聞きたくて、何を心がけて、その、このカレー激戦区を長年生き抜いたんですかって聞いたら、いや、他のカレー屋美味しいじゃん、みたいな。え、時間経ってるじゃん、みたいな。で、このカレー屋って、このカレー屋って言えば、このカレーみたいな。で、それで、それでいろんなとこから人集めて、来るじゃんって、いやそういう中で、じゃ自分が何でできればと思ったら、いや俺は毎日食えるカレーを粛々提供しようということを目指したのと、だからまあ栄養バランスとか味とかもこれだっていうものを、あの栄養バランス考えて味もこれだっていうものをこう打ち出しすぎずに、際立たせずに、こう、まあ、平凡なカレーを毎日毎日提供するってことをやって生き延びたんだみたいなことを言って、まあ、それすごくなんかこう、なんだろうな、自分の中でこうもうなんか目から鱗が落ちて、うん、そういうこと書いたら、それもそれそれなりにすごく読まれて、多分自分のブログの中で歴代で多分ベスト10には入ると思うんですけど、読まれて、まあ、そんな記事とかも あったかな、まあ、なんか あとはなんかちょっと政治寄りになっちゃうけど、豊洲関係の記事とか、うん、あと盛りかけ事件に関する記事とかは、まあ、すごく読まれたし、まあ、それなりにこうある意見の型というものを作ったから、そういう意味では自分としては、ね、少しは世の中に影響を与えたかなとは思ってるんだけど、お手上げないでどうですかね。でもなんでしょうね、やっぱ一番あんのやっぱセクハラヤジ問題の記事ですかね。なんかあの時には書いてて別にそんな話題になると思ってなくて、別にそれがきっかけかどうかわかんないですけども、でもなんかその日は別に大してなんかまあやじがわってひどいよねみたいな感じで、まあ自民党に抗議に行ったりとかしたけど、まあ別に翌日から別にまあ普通の正常化するんだろうなと思ったら、なんかめちゃくちゃブログがもう転載されたのも含めて、多分合計でそのブロゴスさん、アゴラさん、ハフポーさんを自分のオリジナルで100万 PV ぐらいのバーンってこう言って、もう翌日の夕方ぐらいからすごい取材が来始めて、もうなんか、え、これこんなみんな興味あるのみたいな、もちろんひどいことだと思って怒って書いたけども、しかも結構稚拙というか、怒りに任せて結構書いてるから、そんな遂行した文章じゃなくて、まあその映像とか見るとちょっともちろんなんか言葉が違ったりとかいろいろあるんだけど、ブワーって書いたものが、ものすごい量で拡散されてって、でもものすごい怒りがなんか、すごい世間に渦巻いた時に、で、それがまた怒ってきたらブログに流入してくるみたいな、それがずっとこう、一週間か二週間くらい続いたときに、これはなんかすごいことが起こってるぞっていうのは、なんか思ってたのはすごくありましたね、あれはね。あれすごかったね、確かに。うん、あれが初めてなんじゃないの、いきなりニュースとかで取り上げられたって。あ、だと思いますよ。だからブログきっかけでニュースに出たのはあれが初めてじゃないですか、おそらくっていう。それ一時情報となって、そこが起点になんか始まっていったみたいな。それまで別に要はテレビとかマスコミやいとこの質疑だとか本会議だとか別に注目されなかったんですよね。でもブログでこうやって、で、その時なんか映像が解析されたりとかして、ああなんかすごい夢ないのかとか言ってますねとかなんか、テレビでずっと検証され続けてるみたいな。なんかそれがなんか、で、遡っていくとこの音北のブログにたどり着くみたいな。なんか一時期はここの、なんかバズった時にどこがきっかけになったかみたいな、要は解析するツールみたいなのが流行ってて、それであると僕のブログが相当初期にやっぱあって、あ、ほんとこっからこう始まってんだなみたいなのを見た時に、あ、なんか文章とかで、なんかこれだけのものが動く時代がついに来たのかもしれないとか思いましたね。そう、あの時期が一番ね、やっぱ繰り返しになるけど、盛り上がった時期。盛り上がった時期。あの時期から数年間がね。天は剣より強し感がありましたよね、その時は、本当に。2014ですね。14ですよね、そうですね。14か、そんな前か、あれ。ねえ、8年前だもん、だから。いやー。まあそう。そう聞くと、やっぱ、音北先生と俺はなんかこう、なんかこうやっぱ使い方というかね、なんかやっぱ
接し方は違うよね。まあどうですかね、まあ、僕は、まあ、毎日かに政治のことしかほぼ書いてないんですけど、やっぱおかげで政治家って軸がはっきりしてるじゃん、人生の、はいはい、俺なんかそのはっきりしなかったからさ、なんかこう書いてその読者の反応とかで自分の人生考えて確立していくみたいな、うん、そういう感じだったんだけど、大塚先生はこう政治家っていうものがあって、政治家っていうの中、政治家の中で政治テーマっていうものを考える上でこうブログ通して読者と会話して、うん、まあ、方向性見出してたって感じなんかね。でもやっぱこうその読者との会話って今ってそれがすごい大事で、やっぱ自分の考えこうでってまとめたけど、お前それ違うぞとか、うん、アンチとかってすごいありがたい存在で、間違いをことごとく指摘してくれて、うん、なんかもうすごい知識がすごいシュッとこう整理されてたりとかするわけじゃないですか、うん、それってやっぱ文章を書く、ブログを書く効果の一番大きなものの一つですよね、やっぱり。でもやっぱアンチのね、質が落ちたんだよな。あ、そう、それはある。昔のアンチの方が質が良かった気がする。そうそうそう。今ほんとバリ雑言投げつけて帰るみたいな、そう、うん、うんこ投げつけて帰るやつばっかりで、そうそうそう、昔はここが違いますよねとか理路整然と指してくる人が結構いたから、そこも書いててやりやりなかったとか。確かに。それはある。なんか、中身に対する。昔のアンチはすごかったよ、ね。昔のアンチのがね、めちゃくちゃなんか、ここまで読んでくれるんだみたいな。うん、あなたのこのブログは1年前のこのことが矛盾しますよねとか、なんか、突合させてきたりとか、うん、いや、自分の覚えてなかったから確かに矛盾してるわとか、なんかそういうことまでちゃんと全部やってくれて批判する人ってのはやっぱいっぱいいたと思いますね、昔のが。今なんか、YouTube とか記事のリンク貼って、読めて終わりだから、ね。そうそう。で、陰謀論の人とか来て、あなたのことは間違ってますみたいな。これを読んで真実に気づいてくださいみたいな。そうそう、見ないよみたいな話でこう終わってしまうっていう。そう。確かにこのブログ文化を豊かにしてたのは、そういう優秀なアンチというか、すごい、なんかそういう鋭いツッコミを入れてくれるアンチというのが、多分このブログ界をすごく盛り上げていて、そういう人たちがいなくなってしまったことはどこ行ったかわかんないけども、なんか先鋭化してバーカって言って、なんか陰謀論みたいなこと言ってるっていうのが、すごくこのブログ論壇を貧しくしたのかもしれないですね。誹謗中傷と紙一重なんだけど、でも、それでもああいう存在は、やっぱり突っ込みどころがある方が悪いっていうのはこっちとしてもあったから、ありがたかったよね。やっぱすごいカッとなってムカつくし、なんだこいつと思うけど、でもまあ冷静になると確かにこれ突っ込み正しいから、直さないとなみたいな感じで、でも謝れるうちは人間やっぱ鼻だよねって思って、こう間違ってましたすいませんみたいな、なんかそういうことのやり取りの中でこうやっぱり自分と見つめ直して、なんかやっちまったなとか反省しようみたいなことが日々あったんじゃないですかね、当時は。やっぱりなんか他のブロガーで印象残ってる人とかっている、でもやっぱ僕の時代とかだとやっぱりハーチューとかじゃないですか。なんかそうよね、今はもう逆にいなくなっちゃいましたけども、そうね、はまあやっぱ池早さんとか結構影響受けたからな。そうですね、池早ハーチューはやっぱり僕らの世代のフロントランナーだったわけで、僕らが書き始めた時にもう有名だったわけじゃないですか、うん、もうブログだけで食ってくんだ食ってけるんだみたいな、なんかいう意味では、まあでも宇佐美さんも書いてたように、ちょっと彼らはすごいエッジを立たせすぎた結果、まあでもまあそれでも全部彼らって生き残ってるのでね、全てが悪かったとは思わないんですけども、まあ、ブログ買いからいなくなってしまったという。ねえ、いやな、やっぱ池早さんとかな、いや、まあなんか、なんとも言いづらいんだけどさ、そうですね。なんか、いやなんか、記事すごい量産してて、で、まあ、なんだろうな、なんか、まあ、こういうスタイルもあり得るんだみたいなこと、うん、ことをすごい学んで、で、まあ、一時期、似たようなことやってみよう、似たようなことっていうか、まあ、そのなんかこう、スタイルとして似たようなことやってみて、もうどんだけやっていけるかみたいな感じでやってみて、それなりにブログ、メルマガで飯食えるようになってっていうことで、あ、こういうモデルってあり得るんだみたいな。うん、と思ったんだけど、まあ、彼自身がそのモデルから離れていっちゃったからね。そうですね。なんか僕でも池谷さんには影響を受けて、彼らが言ってるブログは農業みたいな、僕たちは農家なんですみたいな、うん、農業ってのは一朝一夕にはならないと、種まいてから草が生えてきて刈り取れるまでもう半年とかかかると、でもやっていけばこう収穫の時には2倍3倍になって帰ってきて、しかも2毛作3毛作ができて、過去の記事が勝手に PV を稼ぎ出してくれるから、ずっとこう蓄積していくことがすごいアセットになるんだみたいなことを当時のあの光の池谷さんはずっと言っていて、うん、その光池谷さんにいくつ倍今僕は結構大事で、書いていくことはすぐバズんなくても検索流入とかでなんか話題になった時ぐらい、未だにやっぱアクセスを稼いでくれて、アセットになって情報の海の中で価値を発揮してるわけなので、それなんかすごい大事な考え方だなと未だに思ってますけど ね、なんかそういうのを思考した時期もあったし、それなりなんとか言ってたし、まあ、そういうのが成り立たなかったから、ちょっとまあなんていうのかな、ちょっとエッジが立った方向に行ってしまったのかもしれないけど、そうですね。
だから幸せな時代だったのかもしれないね。ねえ。ノマドとか言ってる時代よね。まあ、そのノマドワーカーですね。安藤美冬さんとかいた時代じゃないですか、それは。だからみんないなくなっちゃった、ね。みんないなくなっちゃった。まあ、表舞台から別にもちろん皆さんがね、それなりのポジションを見つけて頑張ってらっしゃるんでしょうけど、そういう目立つとこからはみんな降りてしまったというか、うん、感じはありますけどね。本当に俺は谷間の世代のなんかこう、ニッチなところでたまたまなんとかこう、まあ、なんか席を掴んだ存在だったのかもしれないな。椅子取りゲームの椅子を取って、そして最後まで座り続けて、あの椅子取りゲーム自体がなくなって終わってしまったという今日はおしまいですって言って。二人の原動力みたいなのは何ですか、書くことに対して。私は本当毎日まだ書いてる。毎日書きますね。僕もブログ書いてますけど、どんどんやっぱり減ってきちゃうっていうのは、これ続けるってやっぱ本当すごかったなと思うんですよ。そうですね。やってて、やってる方がいっぱい、演者の方でもやっぱり書くのどん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 減っていく中で、何がこう動かして書かなきゃというか。まあでもなんか狂気みたいなことですよねっていう。なんかもうこの政治の世界ってやっぱりこう、狂った人しか生き残れない。なんかまあ、その、地盤看板、カバンがある人とかは別として、やっぱもう、ポットレの人っていうのはなんか生き残るためになんかもう、狂気の地味なことを一個やらなきゃいけなくて、それなんか結構、あの、やっぱり生き残ってる人ってもう、鬼のようにこう、あ、いや、朝から駅立ってとか、もう毎日個別訪問を何百件やってるとかいう人はいるわけですよね。それが僕にとってはブログで、とにかくこの毎日更新を、絶対もう、雨の日も風の日も毎日更新すると。で、なんかこう、情報を提供すること、価値を提供することに、相手が価値を生み出してもらうみたいな。いうところでこう勝負をするってなんかもう決めたので、なんかもうそれはもう決めた以上やるしかないという、そう決めた以上もうやり続けるっていう、そういうことかなと思いますね。でも習慣ですね、それはね。僕の場合は、まあ、当初一番初めに始めた時はもう言いたいことがあったわけですよ、うん、でもまあそれが言いたいこと言われたら尽きるわけじゃないですか、すっと、うん、その後っていうのはやっぱこう自分の不安定さがあるから、日々接することの中で考えた迷いみたいなのがこうどん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 記事化されていって、で、まあ、それを多分迷っている人が読んでくれるという関係だと思うんですよね。で、それがでも、ある程度自分が確立して、あ、こうしていこうっていう固まってくると、迷いがなくなってくると、やっぱ書こうっていう原動力がなくなってきますよね。なるほど。まあ、こうなんだろうっていうふうに思ってくると、逆にもうリスクしかなくなってくるんで、うん、だから書かなかったわけですけど、で、まあ、もう一回迷う時期であるから、うん、まあ、あと当時と違うのは、自分に子供ができた、家族できたから、なんかこう、後々に残したいものを書くっていうモチベーションが今湧いてきて、ダイアリーですね、メモリーズ。新しいその書き方をして、これからしてみようかなと思ってますね。うんうん、あ、でもなんかもう一個僕の原動力今聞いて思ったのは、なんかその政治家とかもこう毎日なんか見える化するとか、政治の世界は不透明だとか、私が飛び込んでなんか透明にしますとか言っている人がどんどん書かなくなってくるのがムカつくんですよね、本当に。お前ら嘘つけよと。なんか選挙の時偉そうなこと言ってたじゃねえかみたいな。結局何してるか全然わかんねえよみたいな人をなんかたくさん、まあ今もたくさん見てきてて、それがすごいムカつくっていうのがあって、なんか自分だけはそれやり続けてやろうみたいな。いうその意地というか、なんか他人への怒りみたいなものありますね。なんかみんな嘘ついてますよねみたいなところで、山ほど見てきました。もう本当にもう SNS なんかこれから毎日発信しますとか言って、なんかもう選挙が終わった最終日から4年間更新がないみたいな、で政治選挙始まったらまた始まりましたみたいな、そういう最初の怒りみたいなものはめちゃくちゃありますけどね、やっぱりね。鉄人よね、ブログ界のね。ブログ界の、ね、確かにですね。もはやだってあれだろ、芸能人以外だもんね、プロやってる人ね。まあ確かにね。あとまあ、おはようとかやって写真のっけで終わりみたいなのは整理しますからね、芸能人の場合。インスタ的なブログしかね、そうそうほとんどないからね。二人がもし今、これから都議選に出る、これから官僚を辞めるっていう、今このタイミングでもしそれをしていたときに、ブログを選びますか、YouTube を選びますか。まあ、どっちもやるんじゃないですかっていう。僕は今、どっちも毎日更新してるという、狂ったことをやってるのがあれですけど。狂気ですね。狂気をやっぱ帯びないと、さらに。俺はブログだね。そうですね。まあ、でも、喋るの結構大変ですからね。あと、間違える可能性さらに高まるっていう、この。やっぱ YouTube、一応やってるけど、まあなんか、YouTube 的には YouTube やってないから、うん、そうなんか、それがちょっと苦手なんだよね。そのコンパクトにまとめて解説しますっていうのがやっぱ、はいはい、うん、まあそういうニーズがあるんだろうけど、それがどうしてもできなくて、まあね、それはもう性格によるものと向き不向きというか、それはあるでしょうけどね。そうね、やっぱり、うん、
か将来やっぱ見返すときになんか残ってるなって記録感があるのはやっぱ文字な気はしますけどね。そういう意味ではブロゴスが閉じてしまってもう見られなくなると検索にも引っかかんなくなるわけですよね。そうなんですよ。そのオリジナルのとこ。そうですよね。だからだけになってしまうので、はい、今検索するとブロゴスの記事が上に出てくるやつとかはなくなってしまうわけですよ。あの若干安心感あるけどね。黒歴史がなくなるみたいな。残ってるところも苦しそうだからね。いやでもね、ブログってすごい、まあ、これ脱線ですけども、僕あの、その2013年のブロゴスタン転載始まる前にプライベートのブログがあるんですよ。学生時代2004年からつけてたブログがあって、大半もこの政治家の時に閉じたわけですよ。でもなんか面白いやつとか、まあ大丈夫そうなやつとかを残しといて、なんか傑作選っていうカテゴリー作って、50本ぐらい残したんですよ。で、1年に1回ぐらい見返すんですよ。毎年消えていくんですよ。ポリコレがどんどん拡大してって、あ、去年は別にこれ、なんかまあ別に問題ないと思ったけど、今年これ見たらこれもう今の価値観だと炎上するんじゃないみたいなことが、年々増えてく。あ、だからもうその50本ぐらい残したのがもう今20本とかになってって、なんかちょっとしたその発言とかが、なんか、あ、もうこれやばいかなみたいな。やっぱだいぶリスク上がったよね。そう、上がったと思いますよ、なんか本当に。だから社会に対して物を言うっていうものじゃなくて、自分の問題に対して自分が語るっていう書き方じゃないと、うん、もうリスクコントロールできないね。そう、ちょっとした冗談みたいなものが、なんか当時はネットのなんか、ね、スラングとかいうか、雰囲気で全然許されてたことが、あ、これもちょっときついな、みたいな。なんか、いうことはなんかすごい、なんか毎年そのブログを見てるたびに、どんどん減っていくのを見て、これがポリコレか、と僕は思いながら見ています。まあ、そんなとこかな。はい、まあ、まあ、やっぱり、ポリコレと、なんか、ブロゴスがまあ、終わる要因として、ポリコレと YouTube。ポリコレと YouTube。Twitter か。Twitter の治安の悪さ。アンチの質が落ちたそうですね。アンチの質が落ちたら結構気づきかもしれないですね。それはなんかすごく感じる時はありますね。お手軽なんだよな、もうアンチの、うん、アンチの。それそのアンチですけど、僕はあの、それに耐えきれずコメント欄を閉じたんです。はいはいはい。編集長として。コメント欄って2人にとってどういうか、そのアンチ。どんどん悪くなっていったというイメージでした。まあ、でも残しててくれよと思って、実は思ってた。ああ、僕はあってもよかったかでしたね。あ、なんで閉じんだろうみたいな。そんな気にしなかったタイプで。なんか、もう途中から、まあ、初めはまあ気になったかもしれないけど、途中から、なんか、ああ、こんな感じでみたいな感じで、心が泣いてってるから。心が泣いてって。強かった。うん。だから、そんなに気になってなかったですけどね。まあ、我々の味だなと思ってましたけど。まあ、でもそれが許されない時代にあった感じはあるのかもしれないな。うん。なんだか、なんだか好きなぐらいあったけどな。うん。でもなんかあのコメントでこう毎回コメントくれるアンチとかやっぱいて、今回はどんな視点から僕を批判するんだろうみたいな、ある種楽しみにこうコメント欄を見てた時とかありますけどね、やっぱりね。どこに難癖をつけてくるんだろうとか、もう本当に。そうだなぁ。ずっと見てくれるからね、そういう人たちがやっぱ、その、アンチとして質を上げてくれたっていうのが、あ、だから向こうも多分悪口言い続けたけど飽きるから、うん、アンチはアンチとして質を上げてくるっていう、うん、そういう、なんかまあ、なんつうのかな、闇の世界の性のループがまあ、そうですね。アンチ界の中のポジショニングがなんかあったのかもしれないですよね。そうそう、俺はこういうアンチなんだみたいな。こういうアンチなんだ。そうそうそう。でもあれなんか、ベストオーサーみたいなので、結構アンチの人も持ってる人いたじゃないですか。多分彼なんかプライドを持ってアンチをやってたと思うんですよね、きっとね、それ以外して。誹謗中傷にならないギリギリのラインで罵詈雑言を投げてくるっていうこの、うん、いっぱいいましたね、その人たちね。あれは悩んだんですけど、そこはちょっと一つ分岐点としてはあった、うん、確かにそうですね。ただまあ続けることは難しかったと思うんで、やっぱ、うん、ねえ、まあ残念であるけど、まあ、それは時代の流れかなって感じはしますね。うん、まあ、ヤフコメだってね、いつも苦戦してますからね、あの取り扱いをどうするか、コメントについてはという。やっぱあれですね、でもなんかさっきの話にも出ましたけど、まあなんかこうやっぱこう筆一本で上がっていくみたいな道を用意していただいて、なんとか上がってきた世代としては、まあ、それが今なくなってるんで、ブロゴス終わってなくなるんで、もう一回ね、5年後、10年後ぐらいに。そうなんですよ。ブロゴス2みたいな、ネオブロゴスみたいなのがやっぱり、メタバース上に誕生するときがね、やっぱり。まあ、その時を期待して、まあ、今回は終わるという感じですね。そうですね。はい。あとなんか。とりあえずじゃこれで締めで大丈夫。はい、はい、取れ高としては十分だろうか。面白い話でした。そうですね、3万字くらいあると思います。なんか本当自分たちがなんか時代の落とし頃で言うとよかった。でもやっぱこうブログの一番いい時期にいた感じはあります。2010年代後半、 そこがピークな気がしますな。やっぱり短い
まあでも10年ぐらいですよね。だからそのハーチューとかイヘハヤとかが出てきたとこから考えても10年ぐらいじゃないですか、やっぱり。ハーチューの恋の悪あがきとかでブレイクした時からトータル、あと山本一郎さんとかアルファブロガーコンテストとかでやってた時から、これ2000年代ですよね、多分ね。だから、どんな最長水没でも15年ですね。それまではテキスト系サイト、侍魂とかが2000年代前半で、そこからブログって時代になってからやっぱ15年ですね。15年間という短い時、あの、で、その時後半の7、8年に我々はいて、最後にここに引っかかったっていうことですよ。まあ、本当だから最初から万人やってる山本一郎っていうのは、ね、山本一郎さん偉人ですよね、あれはテキスト界の偉人ですよ、そういうのはもう、一時期門番って感じだったからな、もう本当に義勇兵、ネット上の義勇兵として生きてくる、土井先生の門番みたいなのかな、いやー正解の門番としてひたすらブログを書き続けるしかないですけどね、うん、またブログ2が来た時には戻すぐ戻れるようにこうちゃんと準備をしておきたいと思います、うん、そのところで、ありがとうございました。じゃあこれ後で YouTube にあげますので、ご覧の皆さんありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。